はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。2時40分ですね。日が入ってくるんで、ね、暖房入れずに22度になってますよ。よかった。千代田区7度、寒そうですね。この部屋22度、暖房入れずにこうね、南西向きですから今の時間が一番日がよく入る。日経平均はですね、マイナス62円、ちょっと戻してきましたね。ドル円変わらず、ほんまに変わってんのこれ、ほぼ変わりますね。 114.786 ですね。原油高いですよ、 84.47。 UAE のねテロで、これもうちょっと上がるかも分かりませんね。100ドルいくと言うてる人いますからね。はい、まあ今晩のニューヨークどうなるんでしょうね。こう時間外はちょっと下がってるようですけど、さて、これ貼りませんけどね、日刊現代の日刊現代デジタルというサイトがあって、東大刺傷事件逮捕の17歳少年が勉強と題し綴った卒業文集と意外な家庭環境という、意外な家庭環境というところで私はあれしたんですけど、このね3ページ目なんですね。少年に意思を志さなければならない事情があったわけではない。僕てっきりね、いるでしょ、よく一家全部医者みたいなそのもうおじいさんの代から医者で、もう親兄弟親戚みんな医者みたいな、そういう一家あるでしょ。お医者さんってなんかでも半分ぐらいはそうなんちゃうんですか。なんか見てるとそんな感じが多いですけどね。弁護士、弁護士一家みたいなのありますよね。お父ちゃんお母ちゃん弁護士 で自分も弁護士みたいな、まあそういう人受かりますからね、大体ね。医者の一家も大体医者になりますからね。で、あるいは岸田みたいに、岸田総理みたいに、一族みんな東大みたいなそんな一家もいるでしょ。安倍さんも確かお父ちゃん東大でしたよね。お父ちゃんもおじいちゃんも東大やんみたいな、東大当たり前みたいな家系とか、そういうもんかなと思ったら、そうちゃうみたいですね。お父さんは私立大学と事務職員として働き、お母さんもパート勤務をしていたようです。進学校になると高2までに高校の勉強を全て終え、残り1年間を受験対策に取り組むなどペースが早い。息子さんは高校から入学したため、内部進学した同級生に追いつけるかお父さんも心配していたようです。というふうなことを書いてありますね。ほんでなんかミニ戸建てに住んでる、敷地平米73平米の3階建て、延べ床110、その辺にあるあのオープンハウスが建ててるミニ戸建て、みたいなもんですよ。もうちょっとオープンハウスは狭いぞと思いながらまあいいんですけど、そんな普通のサラリーマンの買う家ですよね。なんでそんなに焦っててんの、東大理三なんか行かないやん別にと思うんですけど、そういう家庭なら私立の依頼は難しいかも分かりませんね。安いところでも6年間で3000万円かかりますからね。多分名古屋のそういうミニ戸建て3000万円ぐらいでしょうからね。その家買うぐらいのお金を息子に注ぎ込むってちょっと無理だから、やっぱりあれなんでしょうね。だ言うと東大の理三以下かって別に三重大学医学部でもええやんねえ。多分その進学校という環境だったんでしょうね。高校から入ってるわけでしょ。高校から入ってくる人ってね、そういう進学校に高校から入ってくる人ってね、大体ね中学から入ってくる人に比べればねちょっと弱いんですよ。なぜかっていうと中学入試で失敗してる人多いんですよ、そういう人って。で、公立中学に行ってほんで一生懸命勉強して高校入試でチャレンジして入ってくるという人が多くて、中学入試に受かる人って大体地頭がいいんですよ。で、落ちる人って地頭悪いんですよ。で、高校入試から入ってくる人ってやっぱり努力型なんですね。努力型で、頑張るんですけども、やっぱり地頭いいのには負けるということですね。だからこの少年も、そういうギャップに悩んでいたんちゃうんかなと。岸田さんも行かれた開成高校ですね。岸さん実はですね、高校からなんですよ、あれ。だからで、開成の人に聞くとね、やっぱり中学からの方が入ってる方が全然違うらしくって、高校から入ってきてたら付け足しみたいなもんなんですよ。で、岸さんも努力型でしょ。努力型で一生懸命頑張ったけ、3回東大受けて3回落ちたっていうタイプでしょ。
まあまあだからまあね、この方もですねそれで悩んだんでしょうね。で別にね、こう、そういうね、僕、きっとこいつ、周りみんな医者、親戚、親、兄弟、親戚みんな医者でね、ほんで悩んでたんかなと思ったんですけど、そんなちゃうんやったらええやん、別にそんな、その辺の名古屋大学でも行っといたらええやんと思うんですけど、行けるでしょ、それくらいやったら。もうなんでそこで東大理さんにこだわるんやろうと思って、なんかものすごい本人に、こう、追い詰められるような、こう、心理的な何か偏りがあったんちゃうかなという気がしますね。学歴コンプレックスってね、その、なんていうかな、私、その、親兄弟みんな東大とか医者とか弁護士みたいな家の人何人もしてますけど、で本人は明治やったりするんですよ。そうするとものすごい学歴コンプレックスあるんですよ。まあまああれですね、せめて早稲田慶応やったらね、俺あかんねんって言うてられるけど、明治やったらですね、ちょっとあかんねんの範囲内をこう逸脱してるわけですね。だから本人はもうものすごい学歴コンプレックスあって、うわーと思いながら別に明治いい学校やんと僕らは普通に思うんですけどね、やっぱり違うらしいですよ。でその反発だけで生きてるようなところありますね、彼らを見てると。うわかわいそうと思って、いやどうでもええやんとどうでもええやんとあれですよ。ちなみに私はあれです、親兄弟親戚なんかで国立大学どころかですね、大学に行った人さえほとんどいないんちゃうのかなという普通の庶民ですよ。普通の庶民で、私のいとこでも大学行った人はいますけども、そんないい大学に行ってる人、まああれですね、カンカン同率はいますけども、国立以内、宮廷以内っていう感じですね。いや、かんや、そんなもん。どうでもええちゃどうでもええ、親戚の間で。大学行った方が少ないんじゃんかな、いとこでも、そんな気がしますね。そういう庶民の家からするとね、親兄弟みんな東大って どんなんやねんと思って、化け物やそれと思うんですけど、まあそういうところでコンプレックスに固まったんかなと思ったら、そうではなくって、超進学校の高校から入った あれですねコンプレックスなんでしょうね。まあ、地頭いいやつにかなわへんというコンプレックスなんでしょうね。非常に残酷なもんでしてですね、地頭いい悪いっていうのはふとしたことで分かるんですよね。分かってしまう。で努力型の人間は一生懸命努力をするんですけども、地頭いいやつが1時間で分かることを努力型は8時間かけて分かるかなっていう、それくらいの差があるように思います。自分の人生経験から言うとね、ああかわいそうにと思って、それくらいの差があって、それに多分愕然としたんでしょうね、この少年は。そんなんでも言うてもね、地頭いいやつが必ずね、世の中でうまいことやってるかって、そういうことはないんですよ。そういうことはないんです。別にまあ、その方がいろいろと有利なことはいっぱいあるというだけの話であって、最終的に努力型の人間がですね、成功してる場合だってあるわけですよ。だって岸田総理はそうでしょ。あの方は典型的な努力型の人間で、まあ今でもそういう片鱗がもう溢れてますけどね。だから、この少年早まりましたね。でもまあまだ17歳なんでね、人生取り返せるとは思いませんけども、まあ、そこそこのところまではですね、盛り返してほしいなとは思いますね。そんなね、超進学校に行くとね、地頭抜群みたいなやつがばっかりいるわけですよ。そんなんとね、比べてね、こう、いやいや、俺わかんねえと、お前かていいやん、そんなの。世の中歩いてたら、そんなもん、そんな地頭いいやつめったにいませんよ。たまさか集まってるだけやん、そこに。不動産業界とか行ったら、まあ、アホばっかりやん、お前。地頭いいやつなんてどこにおんねんと思いますけどね。僕がいたら三流の広告業界、まあ、アホばっかりやん、そんなもん。地頭いいやつなんてほとんどいませんよ。でもたまにいると、でもね、やっぱりね、そいつは、ああ、頭ええわと思うんですけど、かといってね、じゃあ、その仕事をバキバキやってるかっていうと、適当にサボってるんですよ、そういうやつは、大体。
適当にサボってるんですよ。だってそれシュッシュッシュッてできるんですよ。で、地頭、そうそう、そういうもう一旦落ちてしまったらね、エリートから落ちてしまったら、そんなもん、這いずり回ってね、這い上がってもしゃあないのよ。適当にやる、適当にっていう感じで生きてる人が多かったですけどね。だからね、早まりましたね、17歳。一途だったんでしょうね。一途に考えて、ガーッと考えて、俺はあかん、理想入れへん、あかんねんと思って。ええやん、そんな別に。そんな、そこまでね、考えんでもね、分相応に来たらええやんと。僕なんか思いますけどね、私もそうやって生きてきましたね。だから、この程度で全然満足してるんですけど。はい。ということで、これ貼りません。現代ビジネス、日刊現代。絶対医者一家やと思ったんですけど、ちゃいましたね、進学校お悩みタイプでございました。よかった、進学校なんかいかんで。はい、皆さんどうもありがとうございました。